さん、はじめまして。サントリーのドリンクスーパーバイザーの山本です。おうち飲みの時間をより楽しく、より豊かにするサントリーうち飲みレシピ。この動画では気軽に試していただけるお酒のレシピやちょっとしたコツをご紹介していきます。今回ご紹介するのは、おうちで簡単に作れる洋酒サワーです。居酒屋さんにあるレモンサワーは焼酎をベースに作られていることが多いです。今回はこちらの3種類のお酒を使っておしゃれにサワーを楽しんでみましょう。ベースとなるお酒を変えることによって様々な味わいを楽しめるのがサワーの魅力です。まずはこちら、青いボトルに山のマークが印象的なピナクルです。口当たり柔らかなフランス産のウォッカです。続いてがこちら、ロンドンドライジンの代表格、ビーフィーターです。ロンドン島を守る赤い制服姿の衛兵と赤いキャップが目印です。青いおんどりが描かれているのがテキーラサウザです。メキシコの名門で作られるフレッシュな味わいのテキーラです。まずは洋酒サワーのレシピをご紹介します。材料はサウザなどの洋酒と炭酸水です。それとグラスにたっぷりの氷です。おすすめの割合は1対4です。合わせる柑橘はライム、レモン、グレープフルーツの3種類。ベースのお酒によって変えてみましょう。3種類とも同じ作り方なので一度にご紹介します。それでは洋酒サワー作りスタートです。完成しました。柑橘のフレッシュな香りでとても爽やかに仕上がりました。それでは飲んでみたいと思います。ピナクルウォッカのサワーはとてもまろやかで飲みやすいです。食事との相性もいいですよ。ビーフィーターのジンサワーはキリッとした味わいが特徴で、ジン特有のボタニカルの香りがしっかりと感じられます。サウザを使ったテキーラサワーはすごくフレッシュです。これはテキーラのイメージが変わるかもしれませんよ。甘みが欲しい場合はガムシロップを加えても OK です。その場合はしっかりと混ぜてくださいね。スプーンでグラスの底をしっかりと混ぜます。最後に氷を軽く持ち上げてゆっくりと下ろしたら、スプーンを静かに抜いて完成です。お家で楽しむ洋酒サワーいかがでしたでしょうか。いろいろ試して自分好みの味を見つけてみてくださいね。サントリードリンクスーパーバイザーの山本でした。